イライラアラサー OL 横澤夏子の助けてラフィネグランドマスター、リフレクソロジーでスッキリ編。そっかそっか。で、美穂ちゃんってさ、今日のランチ何食べたの？あ、カレー？あ、カレーにしては結構戻ってくるの遅かったね。いや、全然いいんだよ、全然いいんだけど、まあ、美穂ちゃんっていつも休憩時間1時間あると2分前に戻ってくるじゃん。え、全然いいの、全然いいんだけど、私が美穂ちゃんぐらいの時は7分半前に帰ってきたかな。全然いいんだけどね、私は周りの人が結構いるかも。夏子さん、相当ストレス溜まってます。そんな時、女性の間で流行しているのがリフレクソロジー。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、こんにちは。ラフィネのグランドマスターの東谷由香です。本日はよろしくお願いいたします。グランドマスター？はい、グランドマスターセラピストの東谷由香さん。7年の経験を持ち、特徴的な神の手で多忙な女性たちを癒しています。噂のゴッドハンドを見せていただいてもよろしいですか？はいはい、この手でよければ。え、すごい。これは何ですか？これはリフレクソロジーでできたタコです。タコ、これでお客様の足をほぐしております。見てください、これが神の手の証。まさに職人の手ですね。はい、すごい。触ってもいいですか？いいですよ。え、硬いこれでこうやって押す。グリグリやっていきます。ちょっと気になりますね。今日はこれでぜひほぐさせてください。本当ですか？はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。タコにほぐしてもらうの初めてそれでは夏子さん、リフレクソロジーを体験。ではこのまま始めさせていただきますね。強さなんですけれども、はい、心地いいぐらいが一番理想的ですので、はい、お願いします。強さいかがですか？いや、もうバッチリぴったりです。本当ですか？はい、ありがとうございます。結構ですね、表面がむくんでるって感じがします。へー、そうなんですね。ちょっとこの辺ですね、胃の疲れとかも出やすいんですけど。うわ、食べ過ぎてます本当にそのまま全部見るからちゃうんですね。足で結構体の状態って分かりやすいので。グランドマスターセラピストの魅力の一つ、それはコミュニケーション能力にあります。会話をしながら同時に手も巧みな動き、極上のリラクゼーションに夏子さん早くも気持ちいいみたいですね。なんかしっかり流していきますね。足だけなのに全身来てる感じしますね。そうなんです、足がきっかけなんですけれども、はい、すごく足周りから徐々に徐々に血液が上に上がっていくような感じで、心臓に血液が戻っていくような感じですね。血行が良くなってきたのでしょうか。続いてグランドマスターセラピストが施術するのは、そこは何ですか？ここはですね、三叉神経と小脳って言いまして、まあ、頭の疲れでもあるんですけど、あと目の周りがピクピクしたりすることとかあります？あります。ありますか？すごいイライラした時とかすごいピクピクする。わかります体のお疲れ具合を察知できる足の指を刺激、そして足の裏はあのタコで刺激。もしかして今？はい、そうです、やっとタコを使いました。すごい、だってなんか指って感じしないですもん。本当ですか？なんか本当に木のあのつぼ押しを使ってるかのような、めちゃくちゃ硬いもので。あ、そうですか。痛くないですか？痛くないです、めちゃくちゃ気持ちいい。なんだろう、このピンポイントでくる感じすごいですね。不思議、それがもうタコ、すごいですね。タコですね。すごい。あ、そこも親指じゃなくまたこのタコを使ってるんですね。そうですね、まあ、いろんなやり方があると思うんですけども、私はこうやってやらせていただいてます。夏子さん、これは相当ストレス解消するのでは？すごい、めちゃくちゃ力強い感じが、また気持ちいい、本当に気持ちいい。嬉しいです。と、今片足ですね、はい、右足させていただいたんですけれども、はい、どうでしょうか。違いがですね、ピンク色にすごく似ていると思うんですが、色が全然違う、足のあったかさももうちょっと左の方まであってます、ね、本当だ、違います。足のやっていただいた方がめちゃくちゃあったかい。そうなんですよ、足のこの辺のラインも、すごい、本当全然違いますね。
なんかちょっとシャープになってる感じが。あ、そうですね。見てください、夏子さんの右足、少しシャープになっているような感じが。グランドマスターセラピスト、すごい。そう、なんか本当に軽いですもん、足が。よかったです。え、すごい。右足と左足は違う。こんな違うんですね。さすがグランドマスターさん。ありがとうございます。かっこいい。私もグランドマスターになりたい。ぜひ。あー、気持ちよかった。今日は後輩のみほちゃん褒めちゃおうかな。いい女がする。バイバイ。